北の町から南の町まで素敵な夢を届けます。心安らぐゆとりの生活、電話一本叶えます。ジャパネットジャパネット、夢のジャパネット、高行き。ジャパネットジャパネット、夢のジャパネット、高行き。はい、皆さんこんにちは、高行でございます。今日もジャパネット高行の YouTube ショッピング始めていきたいと思います。ここ最近ですね、まあ、若い頃にですね、欲しくて買えなかったものを衝動買いしてることが多くて、バイクの GS400 もそうなんですけど、今日の商品もそれなんですよね。まずね、まあ、どんな商品なのか見ていただいてからお話したいと思います。じゃん、はい、こうね、袋で届いてます。柔らかいです。はい、でこれ Amazon で買えます。開封していきましょう。何が出るかな、何が出るかな、チャラチャチャンチャンチャラララン。はいはい、こんな感じで、まあ服かなっていうのはわかると思うんですけど、これ見てわかるかな、トライチの作業着でございます。イエイ。なんでトライチなのっていう話なんですけど、まあ、トライチご存知の方もうほとんどご存知だと思うんですけど、私ですね、ずっとこういう作業着のトライチに憧れてたんですよ。作業着に憧れてたわけじゃなくて、作業着としてはもちろん整備士出身なので、つなぎを着たりとかはしてましたし、あと解体の仕事もして、バイト団解体のバイトもしてたことがあったんで、作業着着てたことはあるんですけど、作業着の中でもトライチってめっちゃ高級ブランドで、まあ高級ブランドって言っても、今回の商品まあ15,000〜16,000もあれば買えるんですけど、作業着の中では高価で、仕事着にそこまで費用をかけるって相当やっぱりこだわりのある職人さんとかじゃないとトライチ着てなくって、で、まあ、そういうね、仕事してる人たちを見て、いやトライチ着てる人たちめっちゃかっこええわとね、思ってて、もう40代になってしまったわけですよね。なので最近ですね、このニッカポッカをですね、仕事中じゃなくて休みの日に着てですね、こうバイクいじりやったりとか買い物行ったりとかまあファッションとしてですね、着るようになってきたんですね。なのでトライチなんですね。はい、なんでね、今日はどんなトライチを買ったのかなんですけど、トライチってめっちゃ種類があって、スタイルこだわりがあるんですよ。超ロングとか超ロングとか、ワイドとか、いろんな種類があるんですけど、私が選んだのは細身超ロングの8分で、裾がですね、こういう風にファスナーのタイプ、ボタンのタイプとかファスナーのタイプとか、生地が薄い厚いとかね、めっちゃこだわりがあるんですよ、トライチって。自分のね、好きなタイプが選べるんですけど、でやっぱりね、私が選んだのは、この後ろのね、このループにトラっていうこのマークが入ってるトライチ、そして生地がね、なんていうんですかね、シンプルじゃなくて、こう網目状になっているこのね、おしゃれなタイプ、これをですね、ちょっと着ていきたいと思います。あ、そしてあと、ね、この虎のマークね、この虎のマーク、これがいいんですわ。トライチもちょっとね、こだわってるタイプ、ほら、わかる。で、もうこれと、俺と同じスタイルがいいっていう人のために伝えとく、7760-448、これを履けば私と同じスタイルです。はい、ということでね、早速履いていきたいと思います。ちょっとパンツで恥ずかしいんだけども、パンツでちょっと恥ずかしいんだけど、はい、これ、いやでもこれ、私ね、試着してないんですよ。この間ね、トライチの店行ったんだけども、あんまり種類が なくて、試着とかしてないから、このスタイルがどんなスタイルなのかわからないんだけども、このね、細身がね、多分ね、俺が見て憧れてたタイプだと思うんだよね。あ、ウエスト79ですけど、ちょっと
ゆとりがあってちょうどいい。あ、渋っ。ちょっと待ってね。わかる？この下の裾のさ、この広がり具合。これが広がりすぎてもあんまりかっこよくないんだけど、こう、上はスリムで下の方がちょっとダボっとしてますみたいなね。これが最高。で、あともう一個買ったのがジャケットよ、ジャケット。これ同じ生地、ズボンと同じ生地で、上は L にしたんですけど、いや、このね、まあ、色も悩んだんだよね。エンジとかさ、グレーとかさ、いろんな種類あるんだけど、うーわ、ほ、渋っ。あ、めっちゃぴったりだ。あ、M にしなくてよかった。肩幅 L でもちょっと、最近ベンチプレスしてるせいか、上半身がちょっとでっかいんでね。はい。いや、めっちゃええやん。ね、本当はベルトしてこれね、やっぱ T シャツいいんですよね、これね、トライチはね。どうよ。めっちゃええやんこれね。いやー、トライチ最高じゃないこれ。この間ね、ちょっともうちょっとトライチじゃない安いブランドのニッカポッカー買ったんだけど、全然違うわ、トライチ生地が。完璧じゃないこれ。完璧やんこれ。はい、ということでね、今日はね、トライチニッカポッカーね、細身の長長ロング8分をね、買ってみたということで、はい。あ、動きやす、これ。何これ、動きやす。バイク乗ってもいいし、ね、これ普段着としても、ちょっとおしゃれじゃないこれ。ちょっとおしゃれじゃない？うん。ということでね、皆さんよかったら、概要欄の方に商品リンク貼っときますので、おしゃれとしてね、着るのも全然ありです。ファッションモデルとかね、トライチをね、組み合わせておしゃれしてる方とかね、いらっしゃいますので、ぜひ皆さん、チェックしてみてください。ではまたお会いしましょう。じゃあね。高行き追走クラブチャンネル。